海岸に打ち上げられた死んだ大量の魚。沖の方にも無数の魚の姿が見えます。この大量の魚の正体はイワシとサバです。およそ1キロにわたって大量のイワシなどが打ち上がったのは函館市浜町から日浦町の海岸です。波打ち際が魚で埋め尽くされています。波が寄せるたびに次々と魚が打ち上げられていきます。撮影者によりますと午前6時ごろ家から海岸を見ると異様な雰囲気だったので浜に確認をしに行くと大量のイワシなどが打ち上がっていたということです。実際原因が何で打ち上がっているのか。道や函館市はイワシなどの回収方法を協議しています。動画をご覧いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。